極めて珍しい光景だな。これ終わっちゃったりして、ボートの海洋と思わないボートの海洋と思わないじゃあ、どうも帰っちゃったりして、はい、大変お待たせをいたしました。それでは日本経済再生本部、3回目の、会合を始めさせていただきたいと思います。本日は山中伸弥先生にお越しいただきまして、一段と盛り上がっておりますが、まず冒頭、本部長で、本部長を務めていただいております安倍晋三総裁からご挨拶をいただきます。よろしくお願いいたします。お疲れ様でございます。日本経済再生本部も今日で、3回目を、迎えました。この3回目に、先般ノーベル賞を受賞されました山中伸弥教授に本当にお忙しい中、お越しをいただいたところでございます。山中先生は我が党の、世耕弘成、議員とですね、高校時代には、同級生であって、世耕さんが生徒会長で山中先生が副会長であったと選挙は世耕さんが強かったんです完全的にははるかにはるかに山中先生が上だということだろうと思います。そして我々、日本を成長させていく上においては新たな、フロンティアに、挑戦をしていかなければならないわけであります。その中においてもメディカルなフロンティア、そしてバイオフロンティア、この分野において我々は成果を上げていくことによってですね、私たちは未来を、そして健康を、さらには何兆円という富を生み出していくことにつながっていくわけであります。山中先生の今までの事情に対して本当に大いなる敬意を表する次第でございますが、民主党政権の仕分けにもめげずですね、本当に頑張ってもらえたと、と思う次第でございます。まさに私たちの成長戦略の核になる、この新しい、いわば画期的な、こうした取り組みに我々もこれからも本格的に政権を取った暁にはですね、支援をしていかなければいけない、そして我が国の誇りであると、こう思う次第でございます。付け加えて言わさせていただきますと、先生にはですね、何回も、例えばアメリカから自分の国に来て研究をしようとすればと、もっともっといい環境を、作るという、オファーがあったにもかかわらず、まさに先生の愛国心によってですね、我が国において研究を続けてこられた、この先生のこの気持ちに私たちもしっかりと応えていきたいと思います。今日は先生からのお話、みんな楽しみに今日待っていたわけでございます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、総裁ありがとうございました。続きまして本部長代理を務めていらっしゃいます甘利明政務調査会長よりご挨拶をいただきます。山中先生、本当にお忙しい中をお越しいただきまして本当にありがとうございます。同級生の世耕先生を通じてお願いをさせていただきました。お願いをさせていただいたポジションに行かないです。大臣です。向き不向きもあるでしょうし、世耕先生は緻密な発想が不向きだっただけのことだと思いますが、山中先生にはたびたびお越しをいただいております。2月にも私が主催する経済財政金融調査会で貴重なお話をいただきまして、そのお話をもとに、総合科学会議の実のある再構築をするというプランにつながっていったわけでございます。貴重な時間、本当にしっかりと我々受け止めてですね、日本の科学技術の発展に、資するようにしっかり頑張りたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。政調会長ありがとうございました。それでは本日の日本経済再生本部3回目の有識者ヒアリングですが、先ほど来ご紹介させていただいておりますように、本日は京都大学 iPS 細胞研究所所長教授を務めていらっしゃいます山中伸弥先生にご講演をいただきます。今年のノーベル生理学医学賞文化勲章のご受賞も決定されておられます先生から、今日は日本が研究後進国にならないためにという題でご講演をいただくことになっております。早速でございますが山中先生よろしくお願いいたします。
須田先生ご紹介ありがとうございます。スライドを使って発表いたしますので失礼ですけれども座ったままで説明させていただきます。本日はこのような機会をいただきました安倍総裁をはじめ、皆様に心より御礼申し上げます。先ほど安倍総裁の方から日本で研究をしているというご紹介がありました。でそれはその通りであり、あるんですけれども実はアメリカにもポストがございまして、9割の時間は日本で研究しておりますが、1割弱の時間はアメリカのサンフランシスコで研究しております。毎月行ったり来たりをしております。アメリカのカリフォルニア大学のにもポストがございまして、そちらの職名はプロフェッサーウィザウトサラリーと、とても分かりやすい職をしておりますが、そのようにして日米両方の研究に携わる機会がございますので、この5年ぐらい続けているんですけれども、それによってアメリカから日本を見るという機会もありまして、それにより私が今抱いている研究に関する、特に国立大学を中心とするアカデミアの研究に関する私の懸念といいますか心配事を議員の先生方と今日はシェアできたらというふうに思っております。日本は頑張っています。とても頑張っています。これは我が国の研究の力を示している統計でございます。科学全般ネイチャーとそれからサイエンスという科学者がみんな掲載を目指す雑誌がございますが、その2つのトップジャーナルに掲載された論文の数の世界のランキングを示しております。そうしますと日本は1993年以降ずっと、ベスト5、ベスト6と、もちろんトップはアメリカなんですけれども、こういった5位、6位という地位は、ずっと維持しているということところであります。また私自身の行っております基礎医学の分野に限って言いますと、日本は3位や4位ということで、非常に健闘していると、研究者も頑張っているというところをご理解願いたいと思います。しかしこの数字だけ見たら頑張っているんですが、日本のこの経済規模と比べて考えますと、日本は GDP は今世界3位でございますが、ドイツやフランスやイギリスよりも経済規模としてははるかに大きいわけでございますが、先ほどの科学論文数、ネイチャーおよびサイエンスに掲載された論文数、これはこういったより GDP が少ない国のよりも少ないわけでございますし、またノーベル賞、自然科学系に限って数字を書いておりますが、このノーベル賞受賞者の数を見ましても、経済規模の小さいイギリスやドイツやフランスにはるかに負けているわけであります。またこの経済ではトップ10にも入っていないスウェーデンでありますとかスイスでありますとか、またオランダ、そういった国にも科学面ではこの論文数やノーベル賞の受賞者に限って言えば負けているわけであります。ですから決して安心はできないという状況にあります。で先ほど言いましたように日米での研究経験がございます。最初にアメリカで研究しだしたのは1993年でございまして、私もまだ若かった頃でありますが、このカリフォルニア大学の中にありますグラッドストーン研究所というところに留学いたしまして、4年弱こちらで科学者としてのトレーニングを受けました。見ていただいた分かる通り、非常に古い100年以上のレンガ造りの中にある研究施設であります。でこれがその時の私と私のボスでありますが、この写真で私も昔はふさふさであったということを見ていただきたいわけではなくて、その後ろの研究室の風景を見ていただきたいんですが、白黒写真ということもありますが、
日本当時の日本の研究室とほとんど変わらないと留学して思ったのはあまり変わらないなと、アメリカに行ったらどんなにすごい研究環境が待ってるのかなと思って行ったんですが、まあ、そんなに変わらないなと思ったのが50数年前の正直な感想でありました。まあ、ということでその1990年代中頃でありますが、研究環境、研究施設を見ますと、まあ、若干アメリカの方がいいところもありましたが、そんなに変わらないというのが私の印象でありますが、だいぶ違うなと思ったのは、知財をはじめさまざまなその研究者を支援する体制、こちらが当時もやはりアメリカの方がはるかに進んでいて、研究者が研究に専念できるといいますか、非常にこう研究やりやすいなというふうに思ったことを覚えています。まあ、しかしびっくりするくらいの、特に研究施設はそんなに差がなかったと。で、2007年からこの同じグラッドストーン研究所にまた席ポストを得まして、こちらで、7、8名の小さいグループですけれども研究をこちらでもしております。で、十数年ぶりにアメリカで研究を知らせてびっくりしました。全然アメリカが変わっていることを痛感しました。結局現在ではこの研究施設、わずか十数年前はあまり変わらないと思っていたのが、もう圧倒的にアメリカのみならずヨーロッパに日本は置いてきぼりになっています。また研究支援体制もこれは十数年前から差があると思いましたが、もうさらにこの差は非常に大きくなっています。で、今日はこの2つのポイントだけに絞ってもう少し詳しくご紹介します。まずは研究施設でございますが、グラッドストーン研究所自体も最初留学した時はこういう築100年の古い建物でありましたが、2006年にこのような最先端の研究棟に場所を移しております。先日サンフランシスコジャイアンツがアメリカ全米一野球でなりましたが、その球場の徒歩5分くらいのところにある新しく開発されている研究施設群の一角にあります。昔は電車の操作場みたいな荒れ地だったところですが、そこが今一大研究拠点へと変貌をしております。で、これがグラッドストーン研究所の中身でございますが、ちょっと私の写真の腕があまり良くなって、分かっていただけるかどうか分からないんですが、非常に廊下を映しているつもりなんですけれども、まあ、広大な研究室のスペースで壁がほとんどございません。このようなベンチっていいますが、研究をする実験台がもう何十台もバーッと並んでいて、ここで、複数の研究グループが壁で隔たることなく、オープンラボというんですけれどもシェアしていると、これにまず度肝を抜かれました。従来の日本でも世界でもそうなんですが、研究室のレイアウトというのはこの左側のようでありまして、各教授が一国一城の主のような感じで自分の研究室、研究スペースを持っていると。で、それぞれは完全独立国でありまして、壁を隔てて向こうは何があるかわからないと。もちろん研究内容も秘密だし、よく見られ、今も日本では見られるんですが、壁を隔てて、隣の部屋にですね、1億円ぐらいの機械が、同じ機械が2つ置いてあると。で、片方は埃をかぶっていると。そういうことが普通に起こってしまうのが、こちらは従来のレイアウトであります。それに対してグラッドストーンに行くビッグさんがこのオープンラボでありまして、研究室に壁がなく複数の研究室がシェアしていますので、いろんな情報であるとか試薬であるとか、それから機械もシェアできます。それから居室もですね、教授の部屋や研究員の居室がこう並んでおりまして、トイレに行くにも他の教授の部屋の前を通っていくということで、どんどんディスカッションができる、そういう状況になっているということで、最初に新しいグラッドストーンに行った時に本当にびっくりしたのを覚えています。しかしこれが
もう世界では当たり前、このオープンラボが当たり前になっているというのが現状であります。でこれはごく一部で、この数年で、誕生、もうたくさんの幹細胞、私たちの研究分野に限ってだけでもたくさんの研究施設がアメリカやそれ以外の国で誕生しております。スタンフォードでありますとか、私の所属しているカリフォルニア大学にももう一つ、これ写真が分かりにくいですが、山の斜面にこの曲線を描いた変わった形の建物でございますが、こういったものであるとか、ロシアにも広大な幹細胞研究所を去年できましたし、またエジンバラも今年にこのような新しい幹細胞の研究所が誕生しています。どんどん本当に毎月に1個以上のペースで誕生しているというのが現状であります。で、全てが先ほどのオープンラボの形式を取っております。今年の初めにインドのバンガローに行きましたが、バンガローにも一歩外に出るともうカオスといいますか、大変な猿やロバヤがいっぱいいるんですけれども、壁敷地に入るともう最先端の研究所ができておりまして、中はやはりオープンラボ形式、インドでもなっておりました。韓国やシンガポールでもそうなっております。それに対しまして、私たちは非常にラッキーでありまして、京都大学の iPS 細胞研究所は、これは2007年に人間の iPS 細胞を発表したときに、すぐに当時は自民党政権下でございましたが、この新しい建物の建築を決めていただきまして、2002年後の2010年の2月に1万2000平米の研究棟を竣工して、こちらで研究させていただいております。でこの中はアメリカ、今世界の流れに見習ったオープンラボ形式を採用しておりまして、横だけではなくて上下も螺旋階段で、広い開口部でつないで上下もつなげると、そういう、素晴らしい環境のもとに私たちは研究させていただいておるんですが、残念ながらこれは日本では例外的な環境であります。日本の大部分では京都大学を含めまして起こっていることはこのような状況でありまして、築30年40年の研究棟を耐震改修して、使用するということであります。これでも環境は十分良くなってありがたいんですけれども、しかし中身はレイアウトはなかなか大きく改良はございませんので、建築当時の30年40年前のコンセプトがそのまま、外観だけはきれいになっているということ で一旦このような耐震改修できれいになりますと、今後おそらく20年30年はここで研究をすることになりますので、30年40年前のコンセプトのまま今後も 2,30 年日本の研究者は研究を続けるという状況に置かれています。またこういった耐震の改修だけでも10億円以上のお金がかかっているのも現状であります。私たちの先ほどの研究棟の建築には40億円の国費をいただきましたが、すぐ隣の私がもともといた建物も最近十数億円をかけて、このような形で改修されていましたが、中身は古いままというのが現状であります。以上が建物でありますが、もう一つが知財などの研究支援体制であります。これは大学における研究内容が大きく変化しました。私が大学院生の頃、20年くらい前というのは、基本的に大学の特に自然科学系の研究者は実験をしていて、いいデータが出たらもうそれで、安泰といいますか、それで成功と、実験が全てと、もちろんあと教育もございますが、そういうのが状況でございましたが、現在は実験は当然昔と同じように大切でありますが、それに加えまして知的財産を確保、しっかり確保する、また例えば iPS 細胞で新しい再生医療を行うとなりますと、規制当局にしっかり対応する必要がございます。また社会で情報発信積極的にする必要がございますし、それから研究技術そのものがもう比べ物にならないくらい高度化しています。私が大学院生の時は世界中でゲノム、首都ゲノム計画というものが遂行しておりました。アメリカ、イギリスを
をはじめ日本ももちろん関与しておりましたが、世界中で何百人という研究者が参加して何千億円というお金をかけて、10年以上の年月を要して一人のゲノム情報を決めることにやっと成功したわけであります。たった十数年前の話でございます。第2のアポロ計画とも呼ばれたわけでございますが、それと同じことが今例えば安倍総裁の血液を1ミリリットルいただきましたら、安倍総裁のゲノム情報すべてを10日間で明らかにすることが今で、今かかるお金は1000万円でありまして、来年には100万円に下がると。まあ、その機械は1億円しますが、1台の機械で何人ものゲノムが決められる。そのような全く研究技術がもう十数年で、革命的に変わっておりまして、その新しい機械を使うためにはもう私も使えません。私の研究所に3台4台ございますが、すごいなと思うだけで、どうやって使ったらいいかわからないし、またデータが出てきてもそのデータ、一人のゲノムのデータでございますから、膨大なデータですので、私がそれをもらっても何もできない。非常に高度な技術を持った技術者が必要であります。研究者ではありません。論文を書く必要はないんですけれども、機械を使いこなし、そのデータをコンピューターで解析するという研究者をサポートする、いわば博士号を持ったレベルの技術者が必要ということになっておりまして、もう十数年前と全く変わっております。しかし私たち京都大学を含め日本の国立大学には教員というポストと、それから事務職員というポストの2つしかございません。ですから研究者、私たちの研究者と会計等を担当する事務職員というのは国家公務員、またそれに準ずるポストとして、あるわけですが、先ほど言いましたような研究内容の変化に伴って必要となっております知財の専門家や規制の専門家、また研究秘書、技術員、非常に高度な知識が要求、秘書さんだけでも非常に高度な技術が要求されます。外国との対応等で、語学力も必要でありますし、技術員、先ほど言ったように高度な技術が必要、また広報の専門家、いろんな人が必要でありますが、日本の今の国立大学はこういった方をいわゆる正社員として雇用する手段は全くありません。一方、アメリカや欧米、シンガポール、韓国といった国々ではこういった方もしっかり研究者、事務と一体となって雇用することができています。私たちの iPS 細胞研究所は恵まれています。研究所単独でこのような知財契約の専門グループを持っています。ここに8名の方が写っておりますが、ほぼ全員が民間企業出身の方であります。でこういった知財、研究所単独の知財契約グループの頑張りのおかげで、これまでに私たちの iPS 細胞の基本特許はアメリカや欧州、ヨーロッパ、EU を含む26カ国と1地域、EU でございますが、成立することが、させることができたわけであります。これは研究者、私がいくら頑張っても全くできないことでありまして、知財の専門家が頑張ってくれたからできたわけであります。しかしながら、この言ってみたらこの iPS 特許というのは今日本の国のために絶対必要な特許でございますが、これを支えている知財契約グループの8名の中で京都大学の正式職員は0名でありまして、全員が非正規といいますか有期雇用という状況でございます。私たちの研究所には200名近い190名の教職員がおりますが、このうち京都大学の正規、正社員といいますか、京都大学の正式の教職員は21名、11% にとどまっております。残りの9割、170名近い方は非正規雇用でありまして、国からいただいております競争的資金、これは最長で5年でございますが、こちらで雇用しているという状況であります。9割が非正規。これは総務省の統計を見させていただくと、日本全体
の全企業での非正規社員の割合というのは 35.2% でありまして、だんだん増えているわけでございますが、それでも3分の2は正規雇用でございますが、私たちのこの iPS 細胞という本当日本初の技術を支えている私たちの研究所でさえ非正規社員の方の割合が9割という、まあ、ある意味ありえない状況が続いているわけであります。決して私たちの研究所だけではなくて、まあ、日本中の国立大学ではこういう状況、これに近いものがあるというふうに考えています。私たちも一生懸命努力をしておりまして、なんとか一般の方から基金を集めようということで、 iPS 細胞基金というもので、たくさんの方からご支援をいただいております。でその一環として、私と隣にいるひぎもじゃの先生は副所長でございますが、一緒に京都マラソンを完走しまして、それを通じてファンドレイジングを行いまして、1000万円以上の寄付金をいただきましたが、170名の非正規雇用の方の年間の給与というのは年間8億円でございまして、8億円をマラソンで稼ごうと思いますと年間80回稼ぐこれはとてもやってられないで、ブラッドストーン、私のアメリカの拠点であるブラッドストーンと、それがサイラ、これが私たちの iPS 細胞研究所の頭文字でございますが、こちらの予算を比べますと大体私たちは半分くらいの予算でやっておりますが、国からいただいているお金というのはほとんど変わらないというのが現状でありまして、アメリカでもやはり NIH から来るお金というのは大部分が5年とか長くても7年でございますから、なかなか安定的雇用というのはできないんですけれども、アメリカのやはり強みというのは国以外のいろんな基金でございますとか、カリフォルニア州であるとか個人の方の寄付で国からいただいているのと同じくらいの研究費を集めていると、そういったそちら国以外のお金でいろんな職員の安定的雇用をしている状況であります。十数年ぶりに私ブラッドソンに帰りまして、十数年前に働いていた職員多くが今も残っているので、びっくりしましたけれども、そういった長期雇用というのは国以外のお金があるからこそできているわけであります。で私たちも先ほど言いましたように iPS 細胞基金で寄付はいただいておりますが、やはり日本の文化の違い、それからいろんな違いでなかなかこう寄付というのは大きな額というのはなかなかならないのが現状でありまして、やはり我が国の場合は科学研究はもう国に依存するしかないという状況であります。で見返しになりますが、現状を本当にこの研究施設や研究支援体制というのは今日本は欧米諸国に大きく水を分けられているのは間違いないと思います。また日本以外のいろんなアジア諸国、シンガポールでありますとか香港、韓国、中国、そういった国も日本より前に行っているんじゃないかというふうに私は感じています。このままでは日本はどんどん研究で置いてきぼりに膨らうんではないかと。で決してですね、今この日本の財政状況、また震災後の状況で研究費をどんどん増やしてくださいというお願いをしているつもりは全くありません。量の問題ではなく質をぜひ、具体的に言いますと、今日は2点に絞りました。より研究者がこう元気になる、と言いますか、研究するのが楽しくなる、研究所に行くのが楽しくなるような研究環境を少しずつでもいいから作っていただきたい。それから研究者をサポートしていただいている支援者の方々の安定的な雇用ということをできるようなお金の研究費に少しでも変わっていかないいたらなというのが現場の私たちが感じていることであります。で実際この日本が
緊急後進国のある兆候はもうすでに随分10年以上前から出ています。基礎医学や科学全般でいうとトップ5くらいで頑張っているんですが、医者がですね、臨床研究をして、その成果を発表する雑誌があります。ニューイングランドジャーナルオブメディソンですね、ランセットとか、そういった臨床医学でのトップジャーナル、こちらの論文発表順位を見ますと、このような現状でありまして、日本は今25位であります。で、日本より上に中国やインドがいます。もう明らかに臨床医学に関しては日本はある意味後進国と言っていい状況になっていると思います。やはり臨床医学というのは医師だけではできません。それをサポートするサポートチームがないとちゃんとした研究にはならない。また患者さんにしてもですね、最先端の病院環境がないと本当の意味でのいい医学ができないということで、先ほど私が申しました2つの点が一番大きく表れるのが、基礎医学よりも先にこういった応用研究といいますか、臨床医学の方に表れているというふうに考えています。このまま放置しておきますと、科学全般や基礎医学もどん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 順位を落としていってしまうのではないかというのが私の懸念でありまして、このままでは科学後進国になってしまうんじゃないか。ここ数年は大丈夫だと思うんですが、10年後20年後30年後に取り返しのつかないことになるのではないかというのが、毎月アメリカと日本を往復して感じていることであります。ぜひこの点、今日は iPS 細胞のことはほとんどと機材以外は触れませんでしたが、ぜひ、ご一行いただけたらと思っております。 iPS 細胞に関しましては、今私たちの研究だけでたくさんの人間が頑張っておりますので、今後ともご支援のほどよろしくお願い申し上げます。以上、簡単なことですが、ありがとうございます。